はい、こんばんは。4月になって、暇になるかなと思ったんですけど、今日も忙しかったです。で、まあ今日は、これ、デュアーズの水割りを飲んで、無表情で飲むとしたいです。さすがにこの時間、今日ちょっと今、1時半頃なんですけど、この時間に食べると、よろしくないんで食べないんですけど、まあいつもだったらお腹減ったら食べちゃってるんですけど、今日は不思議と、3時頃に食べたラーメンライスがまだお腹になんか心なしか残ってるんで、食べようっていう気持ちが起きないんで、買わせます。食べないに越したことないですからね。あ、ではお疲れ様です。ちょっと疲れたんで目がちょっと赤いですね。あー、美味しい。なんか体に染みます。今日のお話のメニューは、この4つです。まずタオパンパについて話します。なんだっけ、そう、眉玉さんはまあ最近結婚して、でその結婚相手は結構暴言暴力、付き合ってる頃から暴言暴力が結構ひどかったんですよね。でもなんかこう眉玉さんっていうのはそういうのがそこまで別れる理由にはならないんですよね。だからまあその暴言暴力もうまく交わしてるかどうかわかんないんですけど、その時々に解決しつつまあ結婚して、結婚生活を続けております。で、まあ、今日の夕方、というか昨日の、正確には昨日の夕方、来店したんで、どうよ最近、旦那と喧嘩しないのって聞いたんですよね。そしたら、まあ、喧嘩したって言うんですよ。で、先週、ちょっとね、旦那さんのお父さんの、まあ、一周忌だったんで、新潟の方に行ったそうなんですよね。まあ、お墓参りとか、ちょっとした、なんだ、こう、ちょっと思い出さない言葉、こう、宗教的な、この、儀式みたいなのを、まあ、一周忌でしたわけですよ。で、寺泊まりに行ったそうなんですね。で、まあ、2泊3日で、ちょっと観光などもして、で、久保田っていうお酒の、まあ、醸造所みたいなとこを、見学に行ったそうで。それで、まあ、その、なんつうかな、こう、館内の見学を説明してくれる人の説明が非常に、こう、うまくて。それで、素人の人にも、なんか、うまく噛み砕いた感じで説明してくれて、ああ、本当に頭いい人っていうのは、こういうふうな説明ができる人なんだなと、前玉さんは感心したそうなんですよね。で、その久保田で、死因があるじゃないですか。で、死因を、こう、旦那がするわけですよ。旦那は、一種の酒乱なんですよね。で、お酒飲んでる時の暴言、暴力は、次の日の朝、酔いが覚めて起きると、ケロッと忘れてるっていう感じなんですよ。で、久保田を飲みつつ、こういう話に久保田の、日本酒の久保田の名前を出すのはちょっと申し訳ないんですけど、まあ、久保田の醸造所で死因をこう飲みつつ、だん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 その旦那さんの様子が怪しくなってきたわけですよ。だんだんこう、あと一歩で酒乱が始まるっていうような感じですね。で、はい。でもどうにかその醸造所ではやり過ごして。まあ、ホテルに帰ってきたそうなんですよ。で、ホテル帰ってきた時はもうすでに出来上がってて。で、もう、酔っ払うとどん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 飲みたくなるみたいで。で、帰りに一応買ってあった、例えばパックのイチコみたいなのを、まあ、こうパキッと開けて、ガバガバ飲み始めた。現役で、水割ることもなく、氷を入れることもなく飲み始めたんですよね。まあ、いっそそういう飲み方ってちょっとかっこいいんですけどね。いわゆる、ストレートで飲んでたわけですよ。で、いや、やべえな、もうだんだん、もう、酒乱なんで絡んでくるなと思った、まあ、眉玉さんは、ホテルの共同、浴場に行って、まあ、彼氏じゃない、旦那が寝るのを待とうとしたんですよね。で、まあ、ちょっと、1時間ほど、温泉入ってきて、で、部屋に戻ると、なんか知んないですけど、もう、眉玉さんに当たらないんで、そういう時は、彼は、ちょっとマザコンの毛があって、お母さんに、電話をかけてるそうなんですよね。で、お母さんに、こう、酔っ払うと、もう自分はこう、お酒ばっか飲んでるんで、もう先が長くないようなことを言って、俺はもうすぐ死ぬんだよとかなんか言って、で、電話の向こうでお母さんが、そういうこと言うのやめてとか言って、だからつまり、なんつうかね、眉玉さんを酒乱で、こう、罵倒するか、それとも、もし眉玉さんがいない場合は、電話で、俺は死ぬんだとか言って、お母さんを不安にさせるかとか、そういうことをずっとその旦那はしてるわけですよ。で、やべえなって言って、一回部屋に戻ってきたんですけど、眉玉さんはまた、なんですか、こう、お風呂に入って。まあ、温泉なんで、何度入ろうが、まあ、健康に悪いことはないわけですよね。で、お風呂に入って。で、まあ、それでも時間潰しはできないんで、こう、ロビーで座って、なんかわかんないですけど、そこら辺にあったら、なんかこの街の紹介のなんかパンフレットみたいなのとか見たりして、時間を潰して、で、部屋帰ってきたら、だんだん寝てたらいいなと思って、戻ったらまだ、こう、電話で話してるんですよね。まあ、要するに結構、これまでも、眉玉さんと、こう、喧嘩したら、そのことを、こう、お母さんに伝えて。で、お母さん、前玉さんのとこに、お前ちょっと、俺の母親と話せとか言って、そういう、男にはあるまじき行為を、今までもしてきたんですよね。うん。で、まあ、以上マザコンなんだなと思いつつ、僕は思って、その時思い出した話に、こういう話があるんですよ。ネット上で、タオパンパっていう言葉を検索すると出てくるんですけど、まあ、そのネット上でこういう話があったんですよ。とある女性が、とある男の人と結婚しました。で、まあ、結婚式を終えて、それでその日、家に帰りますよね。新居に帰ります。そうすると、まあ、なんか、昔っていうか、なんていうかな。まあ、今は同棲してから結婚するっていう人もいますけど、結婚して初めて、一緒に暮らすっていう人も、まあ、なんか、今でも、50% 以上いると思うんですよね。うん。で、まあ、その結婚した二人は、新居に行きまして。で、初夜を迎えるわけですけど、その初夜の前に、まあ、それぞれお風呂に入るわけですよ。
それでは旦那さんが先にお風呂入ったんですよね。うん、その辺は別になんか書いてないんですけど、おそらく一番風呂は男が入るっていうような論理がその旦那さんにあったのかもしれません。で、まあしばらく、うん、小1時間お風呂入って、で、体とか洗ったんでしょう。旦那さんがお風呂出てきたんですよね。そしたらお風呂の、なんかその、なんていうかな、上がって、着替えるところで、洗面所のところだっていうイメージですかね。そしたらなんか知んないけど、怒ってるそうなんですよね。で、怒って、どうしたのかしらって言って、その新妻さんが、その旦那の方をこう、ちょっと様子を伺いに行くと、旦那さんが、タオパンパがないじゃねえかって叫んでるそうなんですよ。で、そのタオパンパっていうのは、こういうことらしいんですよ。タオル、パンツ、パジャマ。うん、で、そのタオパンパなんていうなんか専門用語を言われても新妻はわからないわけですよね。でもその旦那さんの中ではずっと実家で暮らしてきてお風呂を出たらタオルとパンツとパジャマを用意してくれるお母さんがいるっていうタオパンパっていうのがもう、うん、その彼の中では当然の行為だったわけですよね。うん、だからそこら辺からせっかく結婚した新婚さんなのにだんだんとこう亀裂が初日の初夜から初夜の前のお風呂に入ってる段階から亀裂が生じ始めた。何この人っていう感じで新しい奥さんは思ったんです。しかも、なんとかな、この旦那の方は、タオパンパっていう略称で、その新しい奥様が分かってると思ってるんですよね。だからそういう、なんとかな、こう、自分の今まで実家でのお母さんとの生活が、狭い常識が、社会の常識に通じると思ってるとこが、面白くて、マザコンのマザコンたるゆえんだなと思うんですよ。だからまあ、タオパンパっていう言葉をどうか皆さん検索してみてください。はい、続いて、エドゥーさんの話です。エドゥーさんこと遠藤さんですね。で、遠藤さんはサッカーのコーチやってるって言ってましたね。で、サッカーのコーチで。サッカーの、だいたい試合をやると、試合の後に、一応名称本部っていう名前で、次の試合の、なんとか見届け人みたいなのをしなくちゃいけないわけですよ。で、だいたいその前にやった試合の監督さんなりコーチさんなりが、各チームから一人ずつ出てきて、次の試合の、まあ、なんとかな、審判の、こう、判断とか、試合運びとかを、こう、なんかこう不正がないかとかそういうのをまあ一応監視するっていう感じで見届けなくちゃいけないそうなんですよ。で、それはまあなんか専門用語で本部に入ってまあ試合を次の試合を見るっていうニュアンスらしいんですけどね。で、遠藤さんはまあ前一つの試合が終わってそのまあそうとは限らないんですけどその時やった試合の相手のまあコーチか監督と一緒にこう次の試合を見るわけですよ。で、その時伊藤さんっていうこう相手チームの監督さんと一緒に次の試合をこう視察というか監視っていうかしたわけですよね。本部で。それとまあ一応見てるんで話をするじゃないですか。いや試合今日はちょっと勝てましたけど、ギリギリで勝てましたよ、とか、なんかまあ、遠藤さんが言うわけですよ。で、相手も、そうですね、まあ、いい試合でしたが、悔しいけど惜しかったですよ、とか、その伊藤さんが言うわけですよ。で、まあ、次の試合の、45分プラス、前半45分プラス、後半45分、間の休憩、ハーフタイムを10分か15分かわかんないですけど、過ごして、まあ、その、2時間弱を2人で過ごすわけですよ。うん、で、おやっと、遠藤さんが思ったのは、遠藤さんっていう名前を、で、伊藤さんが自分のことを呼ばなくちゃいけないとき、なぜか、名前を言わないんですよ、伊藤さんは。うん。だから、遠藤さんは、ああ、この伊藤さんは、俺の名前が遠藤さんっていうことを忘れてんだな。だから、呼べないんだなと思ったんですよね。で、どん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 、試合が、を見つつ、時間は過ぎていくわけですよ。そして、試合が終わりました。終わりまして、最後の最後に、その伊藤さんが、言ったんですよ。遠藤さんに。いやー、なかなかいい試合でしたね、坂本さんって言ったんですよね。で、遠藤さんは、うわ、こいつ、俺の名前を、遠藤か坂本か、二択で、ずーっと悩んでたんだな、この1時間半。それでその2択の、間違ってる坂本さんっていう、最後の最後に坂本さんって遠藤さんのことを呼んで、ああ、間違えたんだなと思ったそうなんですよね、遠藤さんは。うん、もう、なんですかね。遠藤も坂本も、日本の、こう、名字の数の、こう、なんですかね、ランキングでは、多分同じぐらいの位置の名前ですよね、遠藤、坂本っていうのは。で、ずっとその伊藤さんっていうのは、うわぁ、この人ちょっと名前で忘れしちゃった。遠藤だっけな、坂本だっけな、遠藤だっけな、坂本だっけなとか、1時間半ずっと試合を見ながら思って、その最後の最後に、賭けに出たわけですよ。よし、遠藤じゃない、坂本だ。さ最後の最後に、ずっと俺名前呼ばなかったけど、最後に呼んでみようと思って。今日は、いや、いい試合でしたね。坂本さんって言ったら、その二択の一つ、間違った方をチョイスしちゃったわけですよ。その伊藤さんっていうのは。はい。それだけです。その話を僕はしたかったんです。で、遠藤さんはそういう、なんていうかな、名前間違えられネタっていうのが結構多いらしくて。で、その他にも、おそらくその、そう、別の場所でですよ。遠藤さんは言われたそうです。まあなんか会話してて。うん、そうなんですね。あのシュートがこう、勝敗を分けたよね。安藤さん。って言われたそうなんですね。で、この人、遠藤か迷った末に、安藤をチョイスして、俺の名前を間違えたんだな、と、遠藤さんは思ったそうです。それから、遠藤さんっていうのは、まあ、サッカー選手で、エドゥっていうのがいいんですよ。で、あと、うん、エドゥっていうのがいるんで、遠藤さんは、みんなから、ニックネームとして、エドゥって呼ばれることが多いそうなんですよね。それから、まあ、あるところに、こう、まあ、サッカーの、助っ人に行ったわけですよ。で、サッカーの助っ人に行きましたところ、そこに、まあ、なんかちょっと、昔絡んだ男がいたそうなんですよ。で、ずっと話してて。で、その、相手の男も、最後の最後に、勝負に出たんですよね。遠藤さんの名前を忘れてたんで、でもニックネームがあったな。どんなニックネームだったっけなって思って、最後に、そうなんだよ。エンって言ったそうなんですよね。エンって、
もう遠藤さん、縁なんて呼ばれたこと、未だかつて一度もないと言ってるんですよね。で、つまり、遠藤さんは、エドゥとか、エンドゥとか呼ばれたことはあるんですけど、ニックネームでね。縁って呼ばれたことはないんですけど、まあその相手は、確かこの人、縁なんとかなんだ、え、なんとかなんだと思った末に、あ、そうだ、縁か、縁って呼ばれてたなと思って、縁って遠藤さんのことを呼んだら、遠藤さんは、一度も自分、そんな名前で呼ばれたことない名前で呼ばれて、ちょっと、心外だったそうです。心外革命だったそうです。はい。第2話以上です。続いて、今日、まあ、とあるメジャーバンドのベースをやってる、カマジーが来たんですよね。で、カマジーと、カマジーは彼女と、彼女のお母さんと、だいたい3人で来るんですよね。で、お店には、バレエやってた、サヤリーナと、その旦那さんの、植木屋さんの、良平くんが来てたわけですよ。で、まあ、話は盛り上がったんですね。良平くんっていうのは、なんか結構、ちょっと、なんていうかな、不良っぽい感じなんですけどね。で、カマジーも、ちょっと変わった不良っぽい感じなんで、ちょっと合わないようでて、ちゃんと良平くんっていうのは礼儀正しいですし、だんだん、あ、こいつ悪いやつじゃないなと、カマジーが思ったんで、カマジーも、相手が無礼なやつだと無礼な対応するんですけど、無礼じゃないと、まあ普通な対応するんですよ。で、店は一つに結構盛り上がったんですよ。で、そんな折、カマジーに LINE が届いたんですよね。で、その LINE を見たら、なんか、友達の鍋っていう男が、車を衝突されて、車が横転してる、つまり、下の部分を、こう、見せてるような車の写真が送られてきたんですよ。もうボコボコで。で、うわ、すごいですね。この鍋って方は、車はぶつけられちゃって、で、ぶつけられて押されて、畑に落ちて、まあ横転してて、なんかこう、日頃見れない車の下の部分が丸見えですね、という話をしてたところ、ああ、これはひでえなって言って。鍋っていうのはもともと、俺を、カマジーが言うんですよ。鍋っていう男はもともと、俺を殺そうとした男なんだって言うんですよ。で、まあ、どういう話なんですかって話を聞いたわけですよ。で、話を聞いたら、鍋って男は、昔、鍋って男の、彼女、仮に、なんて名前にしようかな。仮に、明美にしますか。なんかこう、わざとに、なんかあまり、今風じゃない名前をちょっと出しますけど、明美とカマジーが仕事で知り合い、あ、じゃあ今度ご飯でも食べに行きましょうっていうことになったんですね。で、明美と食事をカマジーがしました。そしたら、一週間後ぐらいに、明美の彼氏の、鍋さんから、カマジーに電話があったそうなんですよ。で、なんか、ちょっと、うちの明美が、ちょっと、アパートとか家を出てっちゃいまして。で、明美のなんかこう、残した携帯を見てたら、あなたと食事をしたっていう話が、食事をしたっていう LINE のやり取りがあったんで、ちょっと心配になって電話したんですけど、ちょっと、どういうことでしょうかとか言ったんで、いや、それどういうことでしょうかって言われたんで、かまじいは、いや、全然、なんか仕事で知り合って、ご飯食べに行きましょうって言って、仕事の話をしただけですよって言ったら、そうですか、明美はちょっとなんかこう、一緒に住んでるアパートを出てっちゃったんですよ。うちの、明美って言わないで、そいつは、うちの嫁がって言うんですよね。そうですかって言って、じゃあ一度ちょっと僕も、ちょっと、明美の動向をなるべくでも、情報を少しでも知りたいんで、かまじいさん、一回ちょっと会っていただけませんかって言ったんですね。言ってきたんだそうです。で、かまじいは、ああ、いいですよ。今日ちょうど空いてるんで、夕方でも会いますかって言ったら、その鍋っていうのが、かまじいの住んでる所沢まで来たそうなんですよね。ので、こう、かまじいも、俺は、なんかその話を聞いてて、なんで初めて会った相手を自分の家まで連れて行くのかよと思ったんですけど、まあ、その鍋っていうのは、かまじいの家に行ったんですよ。で、まあ、二人で話したそうで。まあ、鍋は、その、明美さんと一緒に住んでたわけですよ。そしたら、明美さんがついこう、数日前に家を出てっちゃったそうなんですよね。で、まあ、なんか、功績をたどろうと、置いてた携帯とかを見つつ、あと、その友達とかいろんな情報を聞きつつ、少なくとも、携帯の LINE には、何日か10日ほど前に、かまじいと明美さんが食事したことが、こう書いてあったんで。で、かまじいを問い詰めてやろうと来たそうなんですね。穏やかな鍋ですけど、なんか、うちには、こう、嫉妬の方がメラメラと燃えてたらしいんですよ。でも、かまじいは、いやいや、なんか仕事関係で食事しただけで、正直言って、そういう下心とかそういうものもないんで、心配しないでください。ただちょっと、家を出てっちゃったのは、ちょっと心配ですね、と、かまじいは、その、鍋さんに言ったそうなんですよ。ただ、鍋さんは、もう、偉く、こう、安心して、あ、そうでしたか。じゃあ、かまじいさんと明美は何の、あれもなかったんですね、って言って。で、ほっと一安心したそうなんですね。で、まあ、仲良く、こう、二人、ちょっと今後も仲良く、たまに飲ませてくださいよ、とか、鍋が、かまじいに言ったそうなんですよ。で、おーって言って、かまじいは言って、いや、僕実は、と、鍋が言い始めたそうなんですよ。僕はなんか、もし、明美が、かまじいさんと浮気とかしてようものなら、ちょっと、殺そうと思って、こんなの用意してたんですよって言って、ポケットからこう、なんか、ナイフを取り出したんですよ。それはなんか、バタフライナイフってやつで、なんかこう、カシャンってやって、カシャン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 ピシッって、なんかこう、あるじゃないですか。よく不良、なんかアメリカンな、60年代か70年代のアメリカンな、こう、アメリカのヤンキー映画とかで、こう、不良がこう、かざすんですけどね、こう、クシュン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 ってカシャってからすんで、そういう感じで出してきたそうなんですよね。で、これで殺そうと思ったんですよ、つって。で、でもまあ、かまじいはヤンキーと、まあ、仲良くなったわけですよ。ヤンキーじゃねえ、鍋さんっていうのと。で、
うん。それで仲良くなった鍋さんは、その後、それからもう数年経つんですけど、未だに仲良く。自分が、いやー、なんか今日車に衝突されて車が横転しちゃいましたよとか言って、LINE を釜爺に送ってくる関係となったわけですよね。で、その後、まあ、その鍋さんっていうのが、俺が鍋さんの出てた彼女を嫁って呼んでるんで、その二人は結婚してたんですかって聞いたら、その嫁っていうのは、別に結婚してなくて、なんか最近オタクの人が自分の推しのアニメのキャラとか、推しのアイドルのメンバーを嫁って言うじゃないですか。そういうノリで自分の彼女のことを嫁って言ってたそうなんですね。うん。そしたら、サヤリーナの彼氏の良平くんが、いや、僕もちょっと今なんか、誰かに友達や、なんか、出会った人に、自分の、こう、結婚相手を紹介するとき、なんて言っていいか困るんですよね、って言って。奥さんって言えばいいのか、女房って言えばいいのか。でも女房にしては俺はまだ若いんで、女房っていうような年でもないし、嫁でいいんですかねって言ったんで、で、僕は、いや、良平くんなら、良平くんもヤンキーっぽい感じなんで、自分の奥さん、サヤリーナを、嫁って呼ぶことは、別に、あ、お嫁さんなんだな、とみんな思うよって言ったんですよ。で、僕は、僕がもし、嫁っていう言葉を使ったら、なんかオタクの人が、二次元のキャラクターを、なんとかな、こう、なんとか俺の嫁とか言ってるみたいな感じで、キモいけど、良平くんなら平気だよって言ったら、かまじいの彼女の、エアリアルが僕にその通りだとか、なんか俺が言ったら二次元の、ね、二次元キャラクターを嫁って言ってるみたいでキモいとか言ったんで、ちょっと僕は傷つきましたね。で、その後に僕が、でもさ、自分が結婚して自分のその奥さんなりお嫁さんを他人に紹介するとき言ったら一番周囲に不愉快なイメージを与える言葉って知ってるって僕は言ったんですよ。で、みんなが、まあ、僕に注目するわけですよ。僕はなんて言ったら場をこう黙らせるとか、な、確かにそれはキモいなと思わせる言葉を、なんて言葉を出すか、みんな期待したんですね。で、僕が言ったのは、これ、こいつ、俺のワイフだからって言ったんですよ。そしたら、まあみんな笑ったんですけど、その後、あ、言いそうって言ったんですよ、僕のこと。いや、僕言わないよ、そんな、結婚して自分の子、こう、奥さんやなり、嫁さんなり、女房なりを、ワイフなんて絶対言わないですよ。もう、キモいじゃないですか。でも、いえ、言いそうだよ、とかなんて言って、すげえ僕は、それも傷つきましたね。うん。ちょっとこの後、エアリアルの、幼稚園でのいじめの話をしようとしたんですけど、ちょっともう30分になっちゃうんで、2倍速にしても15分経っちゃうんで、ちょっとここで終わります。では、おやすみなさい。